80年代のラジコンかバギーね、名車って言えば何ですか。まあまあまあ、いっぱいあります。まあいっぱいある、いろいろありすぎるんですけど、特に1個あげるっていうんじゃ何ですか。まあ、いっぱいあるんですよ。いっぱいあるんだけど、まあ、個人的にはやっぱりね、ホットショットかな。あの、タミヤさん初のね、4駆っていうのもありますし、あの、ホットショットをね、初めて目にした時に、いや、本当に私のあの、心をね、なんなんだこれは、どうね、こんなかっこいいものはこの世に出てきていいのかと、思ったもんですよ。もうそのくらい鮮烈にやっぱね、私は覚えてますよね。はい、そんなわけでね、ちょっとお見せいたします、私の盆栽 RC。 盆栽というか、もうスケールモデルというか、ノスタルジーというかね、こちらになります。じゃじゃーん。はい、ホットショット2ブロックヘッドモータース、これ皆さん手に入れました。これ手に入れてる方多いですよね。これあの写真とかで見るより、実際作って手に取ったらめちゃめちゃかっこよくないですか。ね、実際ね、手に取ってディティール見てみると、なあかっこいい、なんてよくできてるんだっていうのはね、よくわかりますよね。ちょっとこっちでもお見せしようかな。はい、ちょっと画角に収まりきらないですけど、綺麗でしょうね、ピカピカでしょう。これで、ね、ちょっと走らせたくないな。これね、これできた瞬間、私ね、走らせたくないなって思っちゃった。これはもうね、飾っておきたいと思った。このワイルドワンね、ブロックヘッドモータースもね、そうなんですけどね、まあ、これ動かすとか言ってたんですけど、なんかもう置物としてね、デザインとしてめちゃめちゃかっこいいからね、なんだろう、もういつでもね動くような状態にはしてあるんだけど、なんかもうこのままこう飾っておきたいなっていう、なんかそんなこと思わせますよね。これね、ちょっと動画でね、このスタイルの雰囲気っていうのをちょっとね、お伝えできるかなと思うんですけど、本当にね、本当に実際これちょっと見ないとね、このかっこよさって伝わらないんじゃないかなって思いますよね。これで、ね、ちょっとね、用意したんですけど、ここにね、一旦こっち置いて、ちょっとお見せしますね。はい、こちら。はい、こちらですね。そうなんですよ、これがね、ホットショット2なんですよね。これホットショット2って、うん、あんま売れなかったみたいですね。でもね、理由としてはですよ、ブーメランとかサンダーショットっていうのがね、その後出てきたのが、値段がお安かったのかなっていうのもあるし、若干の廉価版とかね、廉価版なんだけど、よく走るようになってきたっていう形で、そっちが人気出てしまって、このホットショット2は、ホットショット1をこうリファインした、ね、一応機能的にも性能的にもまあ上がってるものとして出てきたんだけど、まあ、ちょっとタイミングはちょっと悪かったのかなと。で、この時代って本当に魅力的なマシンがね、もちろんタミヤさんだけじゃなくて、本当に多種多様のいろんなメーカーがもう、ドカドカドカンとこう出てきましたからね。だからまあその中にちょっと埋もれてしまったのかなと。ね、思いはあったんですけど、これね、そのデザイナーの純渡辺さんがですね、まあこれね、話的にね、どっちから話を持ってったんでしたっけね、ちょっとなんか言ってましたっけ。ね、まあ、ホットショットはね、タミヤさん自体が復刻しているから、まあ、どうせなら出していないものっていうので、ホットショット2をやったのかなと思うんですけどね。だこれもこれね、ちょっと見ていただくと分かるんですけど、まあ、この写真ちょっと分かりづらいと思うんですけど、ほんと全然違うんですよね。まあ、もちろんパッと見ね、ホットショット、ね、ホットショットってホットショットだって分かるんですけど、この細かいそのデザイン性の部分ですよね、カスタムっていうんですかね、
そのカスタム RC としてねものすごく考えられていて、本当プロのデザイナーが真剣にかっこよさを追求したらこうなるっていうのをね見事に具現化してますよね。かっこいいな本当にね。私なんかちょっとねあんま多くは語らないってこと思うんですけど、それでもやっぱりあホットショット2ってこのねライトついてなかったじゃないですかね、これつけてきたりとか、このゼッケンですか、これもねべったりパーツになっててもうめちゃめちゃリアリティよくねかっこよくついてますし、このなんだこれどういうちょっとわかんないけどこれとかこのアルミの天板とかね、ねこのステッカーいちいち取ってもねこれでもう置いとくだけで嬉しい、ね、ほんと出来上がった瞬間ねキット通り取説通りに組み上げて、本当にこのカスタムラジコンっていうものはね具現化されるっていうのは本当嬉しいなと思って ね、で本当にねカスタムをしたい方はねもうご自身でね頑張ってこうカスタムすればいいんですよ私みたいなそういったこう時間とかセンスとかない人っていうのは、あの当時の思いを胸に抱きつつね、このかっこよくカスタムされたものっていうのを、まあ、所有して眺めていたらもう嬉しいなとちょっとこれをお見せするか、ね、まあ、私ねワイルドワン自体にはねものすごくやっぱりね思い入れもありましたしね、はい、どうですかこれちょカメラに収まりきらない今これ、ね、かっこいいよね、ね、かっこいいよね、本当にね。でこれなんかねみんな集まるところに行くとねこう同じカラーとかこういると嫌だからね、やっぱこういうのはね私はですよあじゃあここかっこよく飾っておくのが一番いいなと思ってね、どっちともねちゃんとした目がしっかり乗っけてね動くようになってるんですけど、まあまあもういいいいですよそれはねちなみにですけどねちょっとねドライバーははいオレンジにさせていただきましたこれどっか、これ、ね、置く場所はね ないんですよね、ここね。釣るか、これ。釣るのも、あ、なるほど。はいはいはい。あ、こんな感じで置いとくのも悪くないですね。ね、なんかね、うまくね。ちょっと考えようかな、これね。ちょっと考えるわ。ちなみにホットショット置くとどうなるの、ね、ホットショット置くとあらかっこいい下にはねなんかラジコンの話をしようで使ったホーネットをねここに今置いてあるんですけど、これをこうしてフレディ・マーキュリーをここに置いて、そうそうそう、これね記念の品なんで、私このブロックヘッドモータースのこのガガヘッドモータースステッカーねこれ取っといてあるんですよ、これ使いませんこれはでこれで、ね、ここに置いてみっか、これどうなりますかこれ、ちょ見えねえわ顔がね見えないわ、この辺ちょっと釣ろうかな、うん、そんな風にちょっとしようかな、そう、あどうしようかな、ちょっとついでなんでもう一台ちょっと私の今作りかけのマシンをお見せしていいですかね見せちゃおうかな、お見せします、ちゃんちゃちゃーんこれわかりますか、もちろんわかりますよねちょっとまだボディが出来上がってないですけど、これはグラスホッパー2です。私のねラジコンの話をしようをねご覧になっていただいた方はあるかもしれないですけど、あのホーネットね作り始めたんですよ、あの動画の中でね、で完成しました、走りました、ね、でバッタカップ行こうぜ大作戦みたいな動画だったと思うんですけど、結局そのグラスホッパーバッタカップかに出るのに、あのあれ蜂なんで蜂ダメらしいんですよね、もうグラスホッパーあくまでバッタじゃないとダメっていうんで、じゃあもう1台作るしかないなっていうんで作り始めたのがこちらになるんですよね、グラスホッパー2。ちゃんとね
ほら、すこやかチューン、パイミーチョね、すこやかチューン乗っけてますよ、ね。で、これ作って思ったんですけど、先日ね、ちょっと動画でもご紹介した、高島デザインさんのステッカーシートあるじゃないですか。あれ、グラスホッパー通用があったんで、貼ったんですよ。これ貼ったらめちゃめちゃかっこいいの、ちゃんとお見せするか、ちょっとね。これね、こっちで、あ、もうちょっとこれ、こう、はい。見てくださいよ、これ。これ、ほら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 、これね、これこれ、これもシールなんですよ。これ、これカメラで見るとカーボンしか見えなくないですかね。めっちゃ綺麗なんですよ、これ。スケール感バッチリ。で、外だけじゃなくって、このね、中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 、これもほら、ねえ、ねえ、すごくないねえ。めっちゃ凝ってるし、それだけじゃないよ。前もあるの、これ。ここもね、ちゃんとね、カーボンのシール、めっちゃ、なんだ、精度高くね、綺麗に貼ったらこんな綺麗になっちゃうの。いや、さすがだよね。ねえ。まあ、私一番好きなポイントはね、やっぱ、ここから、ここからね、えらいなんかレーシーになるんですよね。めっちゃ嬉しいと思って。ね、今日ね、今これ撮影してるのがね、3月30日なんですけど、4月の中旬頃ですね。まあ、ちょっとね、シークレットイベントになっちゃうんですよ。ちょっと駐車場が足りなくてですね、応募しちゃうとね、もうほとんどの方が抽選落ちしちゃうっていうことになるとね、またあれなん で今回は私とか三浦さんとかインフィニティ軍団が行くっていうんでちょっとね、その地元の方たちにね、協力していただいて、シークレットイベントって形でそのバッタカップっていうのを、ね、特別開催してさせていただくんですよね。これはそこで走らせるのにね、作ったものになりますね。これもうショックもね、もうノーマルです。これ確かオイルダンパーノーマルじゃないといけないんですよね。カスタムは OK だけど、そのかっこよくなるようなね、基本的な構造なものっていうのはね、触っちゃいけないって確かルールだったかなと思うので、もうこのドノーマルのままで、タイヤだけね、グラスホップスーパー1のタイヤを履いたら、これがいいっていう話なんで履きました。今ね、フロントタイヤこれ通用がついてるんですけど、これ1と2と両方持っていって、その場に応じてちょっと使い分けてみようかなっていう感じで、まあまあそんなことよりね、このいや、旧車かわいいね今その元プロドライバーのね、原敦さんがね、最近なんかその競技ラジコンっていうものからね、一線身を引いて、ラジコンあの人楽しんでますよね。今ね、いろんな買ってね。そのね、ああいうのを見てたら羨ましくなってきたし、自分もやっぱり年取ってきて、三浦さんとかと一緒にね、ああやってこう、旧車なんか触ったりとか、今その旧車ブームでこう、いろんな人がね、楽しんでたり騒いでる姿見ると、実際私もね、こうやって手に取ってこうやってみるとね、その気持ちわかるね。やっぱね、なんだろうね。やっぱその、早くなるためとかね、そういった、公的な楽しさだけでこう、私がその昔はね、ラジコンを命がけでやってきましたけど、私はそのラジコンカーの増資も実は深くないんですよね。その構造的なことも深くないし、車種とかもそんな知らないんですよ。その何でしょう、その知らない、その一般 そのラジコンに興味ない人がはもちろん知ってるんですけど、本当にラジコンカーが好きな方々、あとこういったラジコンカーの存在なんか好きな方と比べると、私かなり知らない方なんです、実はね。なんですけど、このラジコンカーが好きっていうこの思いとか、私がこう幼少を描いたものとかね、今私がこうお店やってこうやってやってるのとかって、ね、やっぱね、知らなくても好きなものは好きなんですよねね。いや、今になってね、ここ最近ね、やっぱこう私のラジコンの楽しみ方のセカンドステージがね、始まったなって日々思いながらね、こんなもん作ってニヤニヤしながらね、生活しているっていうことで、今日のお話終わっていいですかねそれではですね、今日の動画良かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をぜひお願いいたします。非常に励みになります。またレディオガガですね、ウェブショップもやってございます。まあ、こんなステッカーとかもね、まだ在庫あったかなと思うので、よかったらね、チェックしてみてください。あと SNS ですね、 Twitter、インスタ、Facebook やっておりますので、そちらのフォローの方もぜひお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。